こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP Vlog、本日は12月2日金曜日です。本日ですね、横浜ホットロットショーに向けて、明日の早朝に出発するわけなんですけれども、積み込みを今から行います。で、今日ですね、中井くんが、今地元の方でトラックを今回は、借りてきてくれるので、今からですね、途中でちょっと合流して、で、ジョイントとかでもね、使った壁を、ちょっと積み込みして、僕の店戻ってきて、で、バイク積んだり荷物積んだりします。なので、今日はちょっと搬入日というよりは事前の積み込み日という形で、ちょっと動画にしようかどうかちょっとまとめちゃうか分かんないんですけども、ちょっとその様子をねご覧いただければなと思います。もしかしたら搬入日と一緒に動画になるかもしれませんが、ちょっとね、よければ最後までご視聴いただければなと思います。はい、で、今からですね、僕はバイクで向かいます。で、前回ね、動画でこちらの車両ハンドル交換ハーレー長さの方でやってもらうっていうのを動画上げたんですけども、無事完了しましてですね、一応簡単にですがご紹介していきます。こんな感じでバッチリ着きました。ちょっとこの辺の動画はですね、また改めて ST のエピソードとしてアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと用意して、もう昨日からめちゃくちゃ寒くてですね、嫌なんですけれども、ちょっと今日が出てきましたので、今からちょっととりあえず壁を取りに行って積み込んで、またここ戻ってきますので、その様子をねご覧いただければなと思いますので、行ってまいります。はい、というわけでですね、積み込みはもうちょっと取る時間もなかったんで取らなかったんですけれども、今回はこちらのパワーゲート付きのね、なんでかというとですね、こいつを持ってかないといけないんですよ。長らく放置されているこちらの車両ですが、動きませんので積んでいくしかありません。で、ハイエース1台だとバイク積むとこの辺の壁が乗らないんですよね。なので、ちょっと今回でもこれでも結構ギリギリだと思うんですけど、パワーゲート付きの2トン車で中井くんに運転してもらって、であと3台は自走で行く形ですね。本来であれば僕がこれを乗っていければ済んだ話なんですが、ちょっと叶わずでしたので、これを積んでいきたいと思います。はい、じゃあちょっと積み込み様子でもね、お届けできたらいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、とりあえず FXR を乗せましたが、キュンキュンなんでちょっとミラー外して固定していきたいと思います。はい、一応積み込みがどんどん進んでおりますが、なかなか荷物が多いのと、これをね固定するのも結構大変で、なかなか苦戦しておりますが、帰りにはね、商品は全部なくなって帰ってこれるといいなと思いながら、はい、じゃあ引き続き積んでいきたいと思います。はい、というわけでなんとか無事積み込みが終わりまして、こんな感じで、最悪 FXR が倒れても物でホールドされるかなという感じでございます。はい、何でしょう、荷物は多いんですけれども、これで、明日、あと12時間後ぐらいですかね、今
1時2時昼の1時2時なんで、まあ、13、4時間後ぐらいかに出発となります。まあ、僕は、こちらの FXLRST に乗って行きますし、あと前のダイナとビュエルと3台自走で行きますので、まあちょっとこのまま多分続けて搬入日の動画もアップされると思いますが、よければねご視聴いただければと思います。はい、じゃあまた明日。おはようございます。現在朝の4時50分でございます。まあ、僕は家を3時40分ぐらいに出て浜松集合です。新東名の浜松、サービスエリアに今来まして、ちょっと腹ごしらえと、今ガリを待ってる感じです。でまあ5時ぐらいにはお出発して、次駿河湾沼津に行って、その後海老名行って横浜に、まあ、7時から9時の間が搬入時間なんで、まあその時間に入れればいいかなという感じです。まあ正直めちゃくちゃ寒いですね。朝出た時4度とかだったんですけど、まあプリマロフト全然あったかいですね。まあ足とかはもうちょっと北海道装備しながらって感じですけども、まあなんとか、いけそうかなっていう感じです。で ST もですね、もうポジションがめちゃくちゃ良くて全然しんどくなくて、まあ、このまま、いけるんじゃないかなっていうふうに思います。まあなのでちょっと長距離 ST レポートもまた、できますので、よければね最後までチェックいただければなと思います。まあじゃあちょっと、休憩して駿河湾沼津向かいたいと思います。容量がめっちゃ重いから、暗くないよね。はい、ここ調子いいっすね。はい、というわけでですね、あの5時過ぎてもガリが、まあ、出発はしてるはずなんですけど、多分出るのが遅くてですね来ないので、僕らは先に行きます。はい、まあ、トラックと、この2台で行きますので、まあ、ちょっと途中走行、まあ、暗いんでどんだけ映るか分かんないですけど、まあ、ちょっと撮ってもらって楽井くんに。はい、でまあ、次の駿河湾沼津で、まあ、ガリと合流できればいいかなとは思うんですけれども、はい、一応ちょっとそんな感じで出発したいと思います。
はい、というわけで、駿河湾沼津着きまして、まあ、ガリが無事合流したんですけれども、まあ、途中で携帯を落とすというトラブルに、見舞われましたが、まあ、なんとか、ここまで来れましたし、もう明るくなってきたんで、ここからあと次海老名でもう一回給油して、でも会場入りたいと思います。はい、というわけで、まあ、寒さはもうここから暖かくなっていく一方だと思うんで、峠は越えたかなという感じです。はい、じゃあ引き続きね、チェックしてもらえればと思います。はい、というわけで海老名無事着きました。もうね、だいぶ明るくなってきて、なんか途中足柄らへんかな、めちゃくちゃ寒くてもう息が白いぐらいだったんですけど、まあもう ST はもうめちゃくちゃ快適ですね。なかなかやっぱり疲れてないし、全然いいバイクだなっていうのは本当に実感しながら走っておりますが、まあ他2台もノントラブルで今のところ来てますので、まああと本当ちょっとで会場着きますので、会場着いたらね、ちょっと今回は壁からジュムラでやらなきゃいけないのでちょっと大変かなとは思うんですが、まあ朝早い代わりに逆に搬入時間がめちゃくちゃあるんで、まあなんとかなるかなっていう感じです。じゃあまあ引き続き気をつけていきたいと思います。